もゴイは付き合ってるよ。あそこは例外っつうか。うちらも付き合ってみる？なんてね。見て今日マジでネイルうまくいったかも。テレビつけていい？おお、俺なんで一瞬考えた。本気なわけねえって。本気だったらあんなあっさり言わないし。本気だったら俺はなんて答えてたんだろう。もし夫婦じゃなくて次郎の恋を知らないまま出会えてたら。この熱すぎる感覚。あ、わかり。何ボケっとしてんの。さっさとどうかやって。やります、やりますから離れて。ほら、これ今度買っといてやるから。やだ。やだって。だってスプレーした後触りたくないもん。そんなん言って次の旦那が虫嫌いだったらどうすんだ。大丈夫だよ、誰かさんが呼んだらすぐ来てくれるからね。ドキッじゃねえんだよ、振り回されてんだぞ。じゃねー、おやすみ。あなた、たく、俺は虫取り要員かよ。とりあえずまたしばらくよろしくな、あかり。